皆さんおはようございます。ティンダーマクバキンタケです。庄内地方自慢のレストランと言います。確かに奥田シェフ有名でございます。アルケッチャーノも有名ですが、いろいろ紹介します。大石の大松屋キーコさんが今バイトしているところでございます。確かに手打ちのそばがおすすめですけど、やはり田楽コースが美味しいですよね。自家製デザート、前菜といろり焼き、手打ちそば、あとは、銀閣寺のニャンに見立てたものが満載でございます。キノコ頬張もおすすめでございます。ランチ、ディナー、あとはコース料理が満載です。私コース料理、高額もちょっと食べてみたいです。はい、里山一軒家でいろりを囲んだものが美味しいです。板そばが有名ですね。漆山雅美オーナーが、始めたお店だそうです。大石町はそばの栽培最適でございます。農家の始まりです。そして青嵐社という、鶴岡市大鳥のある場所、青嵐社山の小さな宿、お昼の2500円コース、キノコ汁がおすすめ、山菜が美味しい場所、クルミ豆腐も美味しいです。以上です。バイバイ。